い、どうぞ。皆さんこんにちは、あずきニットです。はい、今回はですね、このようなカップホルダーを編んでみましたので、こちらのご紹介をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらのカップホルダーなんですけれども、こちらですね、両面のイギリスゴム編みで編んできてます。で、こちらのね、カップの方は普通にスーパーとか100円ショップとかで売ってる普通のタイプの紙コップです。長さがですね、縁の部分は7センチぐらいなのかな、 6.9 とかそんな感じで表示されているのかなと思いますけれども、で、こちら8センチぐらい、そこの方が5センチぐらいの普通の紙コップでございます。で、こちらの紙コップに、適した感じの、このカップホルダーを編んでました。こういうふうになんかね、そこに別に何か、そこに何も編んでるわけじゃなく、カップをただカバーするための、カップホルダーになります。例えばね、熱いお茶とか、温かいコーヒーとかをこう、飲むとき、またはお客様に紙コップで出さなければいけなくなったときなんかに、もうちょっとおしゃれな感じでその場を演出できるかなっていうふうに思います。で、今ご覧の通りね、お花なんか飾っといても素敵ですし、インテリアとしてもね、こんな風にね使えたりするんで、こんなのね、飾ってあるだけでもちょっと元気出るかなと思いまして、皆様もあのようなね、カップホルダーを編んでみてはいかがでしょうか。で、ですね、イギリスゴム編み、結構なんか覚えるの大変だと思うんですよ。慣れてる方はね、もうサクッとここまで編めちゃうと思うんですけれど、イギリスゴム編み、お得意じゃない方とかも、本当に数段でここね、終わりますので、仕上がります。で、これね、丸く編んでるわけではなくて、往復編みで編んでます。ですので、輪にして編んだりしていることがないので、比較的簡単に編めるかと思います。で、こちらの編み方はですね、以前にあずきニットのチャンネルの方の、イギリスゴム編みの両面を編む方法っていう、番組を投稿したんですけれども、そちらの方がですね、皆さんに大変好評だったので、そちらをもとに作った作品です。で、編み方の方の基礎的部分は同じなんですけど、ちょっと出だしの方がですね、多少違ってきます。ですね、それでですね、こちらの方ですね、表編みから始まって表編みで終わってる作品になってるんで、実はここのこう、ぐるぐる行きますと、もう最後を閉じてるんですけど、ここの閉じてるところで、裏目と裏目がここでこう、隣り合わせになってしまったことによって、ここだけちょっと間が空いてしまったんですね。なのでですね、今回ご紹介するときには、表から始まって表で終わる奇数の目数ではなくて、表から始まって裏で終わる偶数の目数としての、イギリスゴム編みの作り目をちょっとご紹介したいと思います。今回使用していく糸はですね、こちらの、100円ショップで売ってます、アクリルヤーンっていう糸を使いたいと思います。こちらのアクリルヤーンっていう糸なんですけれども、ですね、標準使用針、おすすめの標準使用針が、棒針の8号となってます。はい、それで、あとですね、メリヤス編みで編んだ時の標準ゲージっていうのが、どっかな、19目24段っていう風になってますので、
他のね糸を使用する方とかはこちらを参考になさってください。今回の使用針は10号針、それから、こちらは棒針ですね。棒針の、8号針を2本使っていきます。それからいつものように、とじ針とハサミが必要になってきます。マーカーをご準備していただいて最初の目に入れていくとよろしいかと思います。ではですね、まず始めていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、中から糸を出していきたいと思います。はい、ではいつものように作り目を作っていきます。はい、後ろからトーンとしましてぐるっと回します。そうしましてこのようにします。そこから次から一目ずつ数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12、23、24目、ちょうどね必要な目数の分だけ編みましたら針を外します。そうしましてこのままですね、このように針を入れますね。ね、そうしましたらここではなくて隣、ここのね裏山に針を入れて拾い目していきます。鎖の目が残るような感じで、これ以外のこの裏のところ、ポコッとしたところ、こちらを拾って、こちらに針を入れて、上からかき出す感じです。このような感じで、拾い目をしていきます。で、これで針にかかった数が作った目数になりますので、で、23目。そして24目拾います。はい、きっちり24目が拾いました。こちらのカップポットと違って、こちらは偶数目で作っていきます。で、これで、作り目作りましたの で裏返しにしますね。そしてですね、ここからですね編んでいきます。先ほど言ったようにここ端っこ裏目にしますので、ここ2段目ですから裏目っていうこと、こちらから見た時に裏になるように編むので、今編む時は表編みします。表編みます。今やってるのは2段目になります。表を編んで裏編んで、表を編んで裏編んで、この1目ずつ表と裏を繰り返し編んでいきます。で、偶数で作り目を編みましたから裏から始まった場合は表で終わるというふうに、なりますので、皆さん参考になさってくださいね。で、これ裏です。で、表です。そして裏です。そして表目です。そして裏です。表、裏、表で、裏で終わりました。はい、で、こっちは表から編んで裏で終わりました。はい、ひっくり返します。で、これどっちが表かっていうと、今2段目編んでたのでこっち側が表なんですね。表の1段目に印をつけたいと思います。表の1段目っていうのはこの、鎖から拾ったこの目の鎖目の最後のこの目が表側になります。で、こっち拾ったらどっちか分かんなくなっちゃいそうだから、この辺拾いますかね。ここに印をつけておこうと思います。それでは3段目いきたいと思います。表から始まります。表目を編みます。裏目を編みます。
表裏表裏表目を編んだら裏目を編む、この繰り返しで編んでいきます。で裏で終わるはずです。で編んだので裏で終わりました。こうです。はい、はい、それでは4段目に行こうと思います。表目裏目表目裏目、あ、表裏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 、また裏目で終わりました。はい、はい、次が5段目になります。それでは5段目いきます。5段目から掛け目を入れていきます。表を編んだら次の目を掛け目して滑り目しま すか。表を編んだら掛け目して滑り目します。表は普通に編んで掛け目をして滑り目します。表を編んで掛け目して滑り目します。イギリスゴム編みの準備段階のような感じの段になります。掛け目して滑り目、表を編んで掛け目して滑り目、表を編んで掛け目して滑り目です。なので5段目から普通の、一目ゴム編みではなくこのような運びになってます。そしてですね、最後のここなんですけど、ここはね、掛け目したりしないでほしいんですよね。掛け目しないですぐに裏編みを編んでほしいんですよ。うん、なのでちょっと印としてですね、この緑の、リングが来たらただの裏を編むだけというふうに覚えていただけると嬉しいです。はい、こんな風に最後は普通の裏目だけを編んでください。はい、でこっち行きますね。そうしましたら最初は普通の表目を編みます。表目を編みます。はい、そうしましたら次、はい、次から掛け目して横に滑ります。でこの2つ重なってるところを表編みします。でこの1本しかないところ、ここを掛け目して滑り目します。このように一緒に編むところと掛け目して滑るところの繰り返しの作業をずっとしていきます。ゆっくりしますか。掛け目したら滑ります。そして2つ重なってるところを一緒に編みます。掛け目して滑り目します。一緒に編んでるところを、はい、一緒にっていうんですか、掛け目と表目のところを一緒に編みます。掛け目滑り目表一緒、掛け目滑り目一緒に編むっていう感じかしら。掛け目滑り目一緒に編む、掛け目滑り目一緒に編む、こんな感じで編んでいきます。で最後の目なんですけど、こちらもですね、裏編みだけを編んでほしいんですね。こちらもですね、もう掛け目とかしないでこのまんま裏目だけを編みます。こことこのリングからこっちとリングからこっち、外両端は、掛け目とか滑り目とか一切しないで、こっちは表目でずっといきます。こっちは裏目で
ずっと編んでいくっていうことですね。裏を向く、あのこっちは、わかりますかね、奇数段で編むときこれは裏で編むし、偶数段で編むときはこちらは表で編むことになります。大丈夫でしょうか。はい、でどっちが表かっていうとこっちです。わかりやすいのがリングを入れてます。はい、それではですね、次7段目になります。今どこを編んでるかっていうと、こんな感じになってます。はい、ここですよ。はい、では7段目いきますね。ではまず表目を編みます。そしてリングが来ましたから、リングが来たら掛け目して滑ります。そしてまた同じように表を編みます。さっきとやってることは一緒なんですよ。掛け目して裏を滑って右側の針に移動し、この2つ一緒のところを編みます。掛け目して移動して2人一緒に編むみたいな、2人っていうか2目ですけど、はい、掛け目して滑って一緒に編む、掛け目滑り目一緒に編む、これを繰り返して編んでいきます。掛け目滑り目一緒に編む、掛け目滑り目一緒に編む、はい、掛け目滑り目一緒に編みます、掛け目滑り目一緒に編みます。そうしましたら最後ここリング出てきたんですね。リングが出たらこっちは、裏でただ裏編みだけを編んでいきます。ここで掛け目とかしないように気をつけてください。でこれで7段目が編み上がりました。はい、そうしましたら今度8段目いきますね。8段目は端っこは表目になります。表を編みます。そうしましたら次から滑って掛け目して滑るところです。掛け目して滑り目します。表一緒に編みます。掛け目して滑り目します。そして表一緒に編みます。掛け目して滑り目します。で表一緒に編みます。で最後ですね、ここ一緒に編んだら最後ここね、リングを移動してここは裏目だけになります。ね、端っこの目ちょっとねきつめに編んどいた方がいいかもしれないですね。ちょっとねよれる感じがしますので、こんな感じで8段目が終わったところです。はい、そうしましたら今度9段目に行きますね。はい、じゃあ9段目行きますね。9段目は奇数段ですから、こっちが表側から編んでくることに、編み地の表目はこっちになりますよ。で、まず端っこの目は表目を編みますので表を編みます。そしたらリングをずらして、この次からイギリスゴム編みなので掛け目して滑ります。でここ両方を表目で編みます。今編んでる作業は両面イギリスゴム編みっていう編み方で、昔から伝わってる編み方になります。掛け目で次の目を滑ってこちらを表目編んでいきます。このようなことを繰り返すことで一目ゴム編みよりもちょっと奥深い感じの美しい並びがまたさらに美しくなるというような、はい、編み方で何とも魅了される感じなんですけど、いかがでしょうか。掛け目して滑って、そして次の掛け目と表目を一緒に編みます。でこの目が表なので次は裏っていう風に考えて編むと間違いないかなと思います。はい、で次が10段目になります。よいしょ。
10段目です。まずこちらは表目になります。割ときつめに、端っこはなんか緩みやすいんですよね。きつめに編むといいかと思います。そしてリングをずらしたら掛け目して滑り目、あとはずっとやってる作業と一緒です。掛け目滑り目2目一緒、掛け目滑り目2目一緒っていう感じです。掛け目滑り目2目一緒、掛け目滑り目2目一緒、掛け目滑り目2目一緒、こんな感じで編んでいきますよ。イギリス語は見慣れてくるとね、無心になれますよ。面白いですよ。なんかいろんな、なんでしょうね、ストレスとかもだんだんこう編んでるうちに消えていく感じが皆さんに伝わるといいかなと思うんですけどね。そしてこのリングを右側にずらして、ここ表で終わってますから、裏で編みますね。でここもちょっときつめの方がいいかなと思います。ちょっと難しいかもしれないけど、でもね、端っこの目ってよれてしまっても閉じて中に見えなくなるんで、そんなに皆さん気にしなくても大丈夫かなと思うんですけどね。こんな感じで今10段まで編んだところです。大体分かってきたでしょうかね。これの繰り返しでお好きな段までこうここ編んでもらえるといいんですよ。で閉じたくなったら、いきなり閉じ込むんじゃなくって、ここで最後のところでちょっと普通のゴム編みしてから、ゴム編み止めをしたんですね、ここね。ここの最後の部分で。なんで、まあ、皆さんね、好きにしたらいいと思うんですけれども、私はちょっと、ここ、ギュッと縛って、なんていう、絞らさるような感じになるのが、目的だったので、最後、一目ゴム編みをちょっときつめにした感じで終わらせたんですけれど、最後の終わり方はね、もっとこう、緩く、伏せ止めが好きな方とかいらっしゃると思うんで、皆さんお好きにね、自分の思ったデザインで編んでくださったら、楽しんでくださったらいいかなと思います。一応ね、こんな感じで、好きな長さまで編んでいきます。じゃあ一回ちょっと飛ばしますね。で、一緒に編んで掛け目をして滑り目をします。編んで掛け目をして滑り目、そして最後ここ一緒に編んだら、リングが来たら普通の編み方にするので、このリングの次は普通の裏編みをちょっときつめに編みます。はい、はい、これで22段編んできました。数えるの面倒だったら、だいたいこの辺がですね、このところですね。このくらいになりましたら、もうちょっと編み方を変えるかどうかっていうところなんですけど、もうちょっと編みたい方はね、もうちょっと編んでいただいて、今この時点で22段編んでます。はい、そうしましたら、ここからですね、編み方をちょっと一目ゴム編みに戻したいと思います。はい、それでは一目ゴム編みに戻していきます。表目を編んだら、リングもいいですね。表目を編んだら裏を編んで、そして表目を一緒に編んだら、もう掛け目はしないで裏目を編んでいきます。表目、裏目、表目、裏目、表目、裏目、ここ最後はリングこれ外していいので外して、で裏編みです。はい、あと3段一目ゴム編みを編んでいこうと思います。このように最後の段になります。
最後の段表目編んだら裏、偶数段にしたのでね、表側も裏側もいつも表編みから始まるっていうのがちょっと今回の作品分かりやすくてよかったかなと思います。で、それぞれね、皆さんの手加減によって幅とかも変わってきますし、コップの大きさもね、なんかいろんなコップの大きさ出てますからね、ちっちゃいコップに合うものもできたらちっちゃいコップ探してもらったりね、紙コップ本当いろんな大きさありますからね、ちっちゃくできちゃったりしてもしょんぼりしないで探してみるといっぱいありますよ、ちっちゃい紙コップも。もうなんだったら陶器とかでもね、可愛いですし。こんな感じで4段できました。でこの後ですね、こっちは一目ゴム編み止めしたんですけど、もしかしたら一目ゴム編み止め難しいっていう方いらっしゃるかもしれないんで、一目ゴム編み止めも難しくて嫌だっていう方は、最初これ表編みますよね。そしてその後裏を編んで、そして被せる。これいいですよ。これだけ。で、次ここ表じゃないですか。表を編んで、前の目被せる。こういうやり方で最後まで行って、最後まで行ったらこの中に糸通して、ハサミで切るっていう。で、切るときにね、この閉じ分残して切った方がいいと思うので、この長さの、3倍ぐらい糸を残して切っとくと、次の作業に進めますので。難しいなと思って、ちょっと今、他のことで頭いっぱいなのっていう方とかいらっしゃったら、全然他のことを考えながら、楽しく編んでいただいていいと思うので。で、もしちょっと余裕ある方、私ちょっとゴム編み止めやってみたかったんだよね、とかっていう方いらっしゃったら、今ちょっとほどきますね。こんな感じで。で、よいしょ。で、こんな感じで最後まで来てる状態ですね。そうしましたら、ここからゴム編み止めしたい方は、念のためにこの長さの、3倍ぐらい、2倍半でいいっておっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとね、長さ長めに、して切っていただいて、そして、今回のね、ここ、ゴム編み止めのとこきつめにするんですよ。この下の方、底の方をこう絞り込むみたいな感じで。なので、糸はね、短くてもいいかなとは思うんですけど、一応こんな感じで、とじ針に通しますね。そしたら、いろんなやり方あるんですけど、私ちょっと、私なりに、後ろからこう、入れます。そして前からこう、見えますか？もう一回やりますね。後ろからこう、手前に通して、そして前から入れます。前からぐさっとします。針を入れて、こう表編む方向に入れましたら、針を抜きます。はい。そうしましたら、最初の目は前から滑って外します。はい。次はこの目を飛ばして横にします。で、引っ張ってきます。そしたら次は後ろから裏を編むみたいにして針を入れて滑って外します。したら、この目とこの目の間、こことここの間から針を持ってきて、お隣のこの目に表を編むようにして針を入れます。こう、滑って外し、一個飛ばしたとこ、この間、目じゃないとこから針を入れたら、この隣のとこに表目を編むようにこう入れます。で、出していきます。はい、もう思い出したでしょうか。前から滑って外し、表は表同士で作業します。で、裏目は裏目同士に針を入れてるの分かりますか？これ裏目なんですよ。これ裏目。裏目を後ろから滑ったら、
この裏目に表目のように入れてるんですよね。表は表同士の作業をします。前から滑って外し、表目に横に入れてます。もう思い出したでしょうかね。裏目同士の作業をします。後ろから滑って外し、1個飛ばしたところに前から入れます。はい、表は表出すので、こことここを作業します。前から滑って外し、1個飛ばした表に横に入れます。はい、後ろから滑って外し、ここ1目飛ばしたところにこのように入れてきます。前から滑って外し、飛ばしたところにこのように入れていきます。また表同士こう入れる、あ、これ裏ですね。裏同士こう入れますでしょ、最後。そしたら、表同士がもうないじゃないですか、これ。2目しかないから。で、その時はどうするかっていうと、この表目、この表目の部分に、私は本当ここね、裏で割ってたらこういう風に入れて、こう入れて、終わりなんですけど、表からなんで、表から入れてこう裏でこれで終わります。通常こっちから閉じるんですけど、こっちからこのまま閉じていこうと思います。ちょっと逆進の閉じになっちゃいますけど、いきますね。表側がこっちなので、こういう風になるように閉じていこうと思います。はい、入れていきます。こんな感じで針を入れていきます。そうしましたら、こちら側も同じようにね、閉じちゃってこう出てますからね。ここの一目内側になるんですけど、ちょっと分かりづらいと思うんで、同じところからこう出てきたところから入って、そしてちょっと一目内側にこう出していきたいと思います。ちょっと分かりづらいですかね。こんな感じでちょっと出していきます。の目を拾って閉じていきます。こんな感じで閉じていきます。で、ここね、これ、それでこの鎖の穴の中に入れて、そしてここの鎖がつながっているかのようにしたいので、ここ横に入れて、そしてこの目に帰っていくと、鎖目が続いています。はい、そうしましたら、このね、糸始末をしますので、こういうところに絡めて、で、抜いて、ハサミで切ります。で、もう一個この残ってるこちらの糸の方も同じように、先ほど絡めたとこじゃないところ、こっちに絡めてたから、こっち側に絡めていきたいと思います。皆さんね、すぐできるといいですね。リボンの方はこちらの両面サテンリボンを使っていきました。6ミリ幅のものです。この閉じてあったところの逆の方、こっちから入れていこうと思います。リボンを入れていきたいと思います。50センチぐらいあれば余ります。はい、できました。
分コーヒー入れてきますね。はい、どうぞ。